皆さんこんにちは、スタントライダーの小賀です。今回はセローを使ってフロントアップの応用編となる足つきフローティングターンのやり方を解説していきます。狭い場所での U ターン、特に林道での限られたスペースでのターンに非常に使えるテクニックです。フロントアップの基礎を覚えたら次のステップとしてぜひチャレンジすると良いと思います。それでは暇つぶしにご覧ください。皆さんこんにちは、スタントライダーの小賀です。今回もですね、ケモスターからお借りしたこのセロを使ってフローティングターンの解説をしていきます。はい、オフロードライダーみんながね憧れるフローティングターンなんですけども、このフローティングターン、基礎の技術はフロントアップになります。なので、まだね、僕のフロントアップ解説の動画見てくれてない方はそちらの動画もぜひ参考にしてください。はい、で、フローティングターンなんですけども、ボディアクションをしっかり使って、まずね、フロントを上げてあげます、ね。で、ここで大事なのが安定角を超えて、垂直までね一気にバイクを立てることがね一番大事です。まあ、ここがね一番難しいポイントなんですけども、で、バイクを垂直に立てたらそのままバイクを、まあ、ひねるようにターンさせて、180度バイクを、倒すと、そういう操作方法になります。はい、で、このね、セロ比較的オフロードバイクの中ではフローティングターンがやりやすいバイクになりますね。高回転型の、モトクロッサー系のね、エンジン、例えば WR の250なんかだと、難しかったりします、ね。あと足つき性もいいので、こういったね、バイクで最初練習するのがおすすめです。はい、それではね実際に、フローティングターン実践してみようと思います。おかチャンネル。はい、それではね、実際に、バイクに乗りながら、解説していきたいと思いますね。フロントアップ基礎では、ボディアクションこういう風に使いますね。後ろに引っ張るね、そのボディアクションに合わせてクラッチミートするとフロントがねふわっと上がってくるんですけれども、フローティングターンの場合は前に進んじゃいけないんですよね。バイクをもうその場でこう一気に上げないといけないので、僕はですね、ボディアクションちょっと違った取り方をしてます。こういう感じです。一回上に立ってからこの反動でクラッチミートするとね、この少しの上半身の移動よりはボディアクションをしっかり使ってね、この座った衝撃とさらにこう座った瞬間にこう後ろに引っ張る力を使ってその場でね一気にフロントをアップをしてあげるというね、でそういうボディアクションになりますね。一回立ち上がり座る時の衝撃と上半身を後ろに引っ張るボディアクションに合わせてクラッチミート、短い距離で一気にフロントを垂直まで上げます。これがね多分フローティングターンの一番重要なポイントかもしれませんね。であとは一気にこう垂直までバイクを立ててリアブレーキで制御してあげながらこう倒すという感じです。バイクは垂直に、安定角をさらに超えまくれる直前のポイントまで上げます。バイクが垂直になったらリアブレーキでまくれないように制御し、最後に倒すようにターンさせます。それではね、やっていきましょう。ね、これがね、フローティングターンです。今そうですね、やって気づいたんですけど、バイクを垂直に立てちゃうとターンできないんですよ。だから、フロントアップするときちょっと斜め、ちょっとこっち方向にバイクをフロントアップしてあげると、バイクは少しね、カーブしながら走ってうまく180度ターンするみたいなね、そういう感じになります。それでいきます。でこれがねフローティングターンですね。狭いところでの U ターンなどに非常におすすめなので、ぜひね皆さん活用してください。おかチャンネル。ということで足つきフローティングターンの解説をしてみました。まずとても大切なのはフロントアップの基礎をしっかり覚えてからチャレンジすることです。特にリアブレーキの制御ができないとまくれて怪我のもとになります。それと 250cc の大きなバイクでやるよりはグロムなどの軽量な車両でやると安全に早く覚えられると思います。あとエンジン特性も大事です。低速トルクのあまりない高回転型エンジンだとやりづらいことがあります。ということでこの動画を参考に
フローティングターンの練習をぜひしてみてください。もしこの動画が参考になったら高評価と、あとはチャンネル登録もお願いします。またね。